今回は楽天モバイルスーパー放題で使うために、まあスーパー放題雑談になるんだけど、私でもねちょっとあの楽天モバイルのスーパー放題を使ったお話ではないんですけれど、多分これの2個前のお話、1個2個前のお話で、ルルカが通常ね今これで iPhone7 の端末を購入して楽天スーパー放題使っていて、かなり快適に使えてるっていうお話をさせてもらっています、今のところね。で次からはこれね、モバイルルーターにスーパー放題の SIM 挿してみて、まあそれでのね使い勝手、まあスマホでも、スマホのやつはねこの前ちょっとつながるよってとこだけ見せたと思うんだけど、まあ今後はねパソコンでスーパー放題1メガってどんくらい使えるのかなみたいな、その辺をやっていこうと思ってるんですけれど、本当はねもう一個やる予定があったこの Android の端末ですね。で持ってないからね、 Android の端末持っていなかったので、よしじゃあ安い端末、うん、を探そうと。で安い端末ね何かなと思っていた時に、あそうだ DMM でねレンタルやってるなと思って、このね G06 プラス、これが今2800円でね1ヶ月単位で買えることできるんですけど、普通に買っても8000円ぐらいで買える端末になります。よしこんだけ安い端末でね使ったら、それこそ格安SIMに恥じない、うん、値段でね利用できるんじゃないかなってことでレンタルしてみたんだけど、実際はね使うことができなかったと。でルルカの場合何も使わずにこの端末を返却しました、 DMM レンタルさんに。そしたらまさかの、端末のねロックかかってるから、お客さんかかってるんで解除するためにね口頭で教えてくださいみたいなメールが来たっていうのを前回お知らせしたと思います、2回ぐらい前の動画でね。でその結果が出たのでご報告させていただこうと思います。結果というよりね、正確に言うと結果は出ていないんですけれど、そのようなメールが来たので、ルルカは端末ねレンタルしたんですけれど、 SIM のサイズが違うから使うことができなくて、何もね触らずにそのまま送り返しているので、パスワードとかね一切設定していませんよっていう風に、ロックなんてかけてませんよっていうお返事の方させていただきました。電話ねしようと思ったんだけど、電話の方が混み合っていて繋がらなかったので、チャットみたいのがあるんでね、その機能で送りました。でまあ半日後、多分夜かな、返して多分寝て起きて半日ちょい、1日経たないぐらいかなぐらいでメッセージが来て、あ申し訳ございませんと。でまあとりあえず確認してまたご報告しますみたいなメッセージが届きました、ルルカに。なので、あじゃあまあ届くのなんかねミスなのかなのかわかんないけども、ミスもありますからね普通にやっていて。でね DMM いろいろレンタル、このねルルカが使ったサービスに至ってはもちろんねこの SIM フリーの端末もレンタルしてるんですけど、その他にもね、まあ、すごいファッションだったりとかね、家電だったりベビーグッズ、お墓参りグッズだったりね、旅行グッズ、まあ、生活のやつだったりゴルフとかね、まあ、いろんなものを扱ってるから、この届いた商品を検品する人がねこのスマホに詳しい人とは限らないんで、まあ、仕方ないのかなと思って、まあ検査というかその調べてもらうのを待っていました。そしたらねその翌日ぐらいに返却完了しましたってメッセージが来ました。はい、なのでまあ問題なかったんだろうなという感じで終わったんですけれど、まあね基本的にルルカ DMM のサービスいいなっていう風に押してるんですよね。 DMM でレンタルをやっている YMAX も DMM でね、 YMAX 借りるなら絶対 DMM で借りた方がいいですよっていう風に、まあそれに関してはね DMM の YMAX 雑談って形でやらせてもらってるんですけれど、まあ結果的にはねその YMAX に関してはまあどこで借りても性能はまあ変わんないんですけれど、まあ値段的な面を見てねいいよっていう風にお勧めしていて、まあこういう風にね自分は端末も購入して W04 に入れ替えてね快適に使わせてもらってるので、まあ何かとね、まあその他にも電子書籍かに関しても、まあ、割引が結構あったりするサービスが多いんでいいですよっていう風にお勧めしてるんですけど、まあねレンタル完了しましたっていう、返却完了しましたってメッセージ来たんで、まあ、分かるには分かるんだけど、
一言メッセージあってもよかったんじゃないかなっていう気はするのはルルカだけでしょうか。わかんないけどね。まあ、これはちょっと厳しいんじゃないのっていう意見もいっぱいね、大量に書かれてる人がいて、まあ、ミスあることはルルカ問題ないと思うんですけれど、こういうミスもね、結構あって、まあ、一人一人にね、対応できないっていうのもまあ、わからないでもないんですけれど、まあね、自分の場合、ルルカの場合は、実際に何も使っていなかったのでね、もう完全にロックなんてかけてないですよっていう風に連絡できたんだけど、人によってはね、すげえ焦ってしまったりとか、うん、え、マジでってなったりとか、で、挙句にはね、まあ一応そういう風に言われてしまえばそうだったんじゃないかなってことで、返却とかまでしてもらって処理するとか、そうすると延滞料金とかね、かかってしまうんですけど、っていう人もいると思う事例だと思うんですね。これお金が発生する事例だと思うんですよ。で、自分がね、進めていないサービスであれば、まあ、こんな風にね、強くは言わないんですけれど、自分がね、一応使えなかった、SIM は使えなかったけど、実際楽天スーパー放題の SIM は使えなかった。けれど、ルルカのね、頼んだサービスがあくまで、ナノ SIM だったので、使えなかっただけで、一応ね、楽天でも、多分通常サイズの SIM だったり、ナノシムよりちょっと大きいね、マイクロシムってものを使うこともができるので、ルルカがね、これの端末こういうのがあるんだよっていうことによって、借りた方が出る可能性もあるかなっていうので、うん、話してるんだけど、そういうね、事態になる恐れがあった行為ですよね、を DMM 側がして、ルルカに送ってきたんだったら、結果が分かったらちゃんと報告するべきじゃないのかなって思っています、ルルカはね。うん。まあ、これね、だからっつって、こっからもう一回ね、苦情のメールとかを送るつもりはないんですけれど、まあ、そういうことがあったっていうのはね、まあ、お伝えしなきゃなと思って。うん、DMM がいいところ、もちろんね、たくさんあるんで、それはね、全部、良かったよ、良かったよっていうふうにルルカは紹介してるんですけど、やっぱね、それだけだと、やっぱ悪いところもね、言わないとダメかなってことで、まあ、そういうことがありました。うん。楽天スーパー放題のね、雑談で言う内容でもないのかなって気もするんですけれど、ルルカの場合ね、まあ、あくまで雑談形式で、自分がね、このスーパー放題を使っている流れで、まあ、やったことっていうのはね、この、先ほども言ったね、YMAX 雑談もそうなんですけれど、その端末を使ったりとかね、そのサービスに付属して、ルルカが紹介したこととかっていうのは全部雑談で話していいのかなっていう、全部が全部ね、その、速度だったり、値段だったりとか、品質、さらにはね、スーパー放題に直結するものしかやらないっていう雑談ではないので、自分がね、こんなのどうかなと思ってやった内容が失敗した場合、成功した場合ね、どっちにしろそういうのに関してもね、こうやって話していくので、まあ、もしかしたらね、スーパー放題の雑談、これ多分19回目とか20回目とかになるのかな、になると思うんで、あ、今回もね、スーパー放題、前回ルーターの方やってたから、おついにね、モバイルルーターでパソコンと繋いだのかなとか思ってね、見てくれた方、大変申し訳ないんですけれど、まあ、次回以降ね、またスーパー放題、今のところはなんかこういう、小ネタみたいのをね、挟むつもりはないんですけど、またネタみたいのがね、出たらね、挟んじゃうかもしれないんだけど、それでもね、週に何回かは定期的に動画のアップしていきますので、よろしければね、チャンネル登録とかして、確認していただけると嬉しいです。こういう動画ばっかりじゃなくてね、しっかり調べたりとかして、やってる動画もありますし、申し訳ないけどね、今いろんな、YMAX もね、またちょっと話したいのがあるし、この、楽天スーパー放題の、もちろんその、モバイルルーターもそうなんだけど、さらにね、この YMAX で使ってたね、端末の、に違うね、SIM を入れた話とかね、なんかいろいろね、ネタがありすぎて、話がね、なかなか進まないで、そのね、スーパー放題だったらスーパー放題だけを見たいとかね、YMAX の雑談だったら YMAX の雑談だけ見たいとか、その他のね、格安SIMの話だったらそれだけ聞きたいっていう方に対してはね、ちょっとね、不親切な内容になってしまってると思うんですけど、一応、右上の方にね、ここ最近、前まではちょっとサボっていたんですけれど、必ず再生リストっていうのを作っていますので、よろしければね、そちらの方で確認いただいてもいいと思います。チャンネル登録がね、ルルカの場合ゲーム実況等々もしているので、興味ないゲーム実況がね、ゲーム実況に関しては毎日やってるんで、うん、何回もね、出てきてしまってうざいよと思う方は、できたらね、チャンネル登録いただきたいんですけれど、そういうチャンネルリストとかでね、見ていただくのもいいかと思います。はい。でね、ライブの方もルルカ始めたので、今のところゲーム実況しかしていないんですけれど、ゲーム実況中にね、こういう
家電系のガジェット関係とかね、格安 SIM のお話いただいてもすごい嬉しいですし、今後ね、もし機会があれば、うまくやれればね、ライブとかもね、ガジェット関係でもやりたいなと思うんですけれど、その、ね、ガジェット関係でライブやる場合ってどういう感じにしようかなっていうのがちょっとつかめてないので、まあその辺に関するね、コメント等々もいただけると嬉しいです。こんな感じしたらいいんじゃないのみたいなとか。はい。まあそんな感じで、今回ね、DMM さんから、まあとりあえず問題なく返却処理はできたんだけど、うん、個別のね、謝罪メール、謝罪って言い方もおかしいけどね、大丈夫でしたよっていう個別のメールもなかったのはね、ちょっとな、引っかかったなっていう、2個前のね、動画で気になった方もいると思うんで、そう、のロックがかかってるっていうね、メッセージが来てしまったっていう内容だけをあげたんで、結果をね、言ってなかったんで気になった方もいると思うんですけど、とりあえずね、無事に収まりましたということで、今回報告させていただきました。はい、よろしければ、チャンネル登録といいねのお願いします。コメント等々もぜひぜひください。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。